はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。今日は久しぶりにですね、香港の問題を考えてみたいなと思います。香港の民主化デモというものが、なかなかこう収まりませんね。収まった方がいいかというとそうでもないんですけども、亡くなった方も出てるんでですね、まあ、あと日本人の観光客じゃないですね、留学生も引き上げてきたというようなニュースも出てきました。で、今後どうなるのかということを考えていきたいんですけども、まあ、いろいろなこう香港ね、今日言いたいことは、香港というのは香港だけの問題じゃないということを申し上げたいんですね。でもちろん香港というのは中国に言わせれば中国の一部でございまして、実際その返還になって以来ですね、間接的にというか直接的にというか、まあ、中国の支配権が及んでいるわけなんですね。で今一国二制度とかって言ってますけども、あと何十年かしたら要は中国と一緒になっちゃうという運命にあることはもうこれ確かなんですよ。でイギリスとの約束で50年間はそのイギリス時代のやり方で行くという合意ができてるんですが、まあそれは中国のことですから、まあ、じわ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 とですね、それを崩していこうという動きになってきました。まあそんなことは別に一国二制度なんて言い始めた時からですね、まあまあ誰もが予想し得たことであって、そのイギリス統治時代のですね、自由と民主が完全に守られるなんてことは誰も思ってなかったんですけども、まあまああれですね、その幅がですねどの程度なのかということが注目されていました。でもだん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 ですね、その、まあ、自由な言論もですね、今香港の中でその民主派のメディアってだんだん少なくなってきたようですね。一回そのうちにも来ましたけどね、あのリンゴの新聞が民主派、唯一民主派だって自分たちでおっしゃってました。まあ、だからだんだん少なくなってきたんだけども、の最後の砦みたいなところを守ろうぜというのが今回の動きではないかと思います。ただですね、その政府に反対するデモなんていうのはですね、中国の本土から見るともうとんでもないことなんですよね。もう反乱罪なんですよ、それはね。もう政府に反逆するのかお前らはみたいな、もう反乱罪に等しい、反逆罪に等しいわけであって、撃ち殺されても文句は言えないわけであって、現に1990年ですか、89年だったかな、天安門事件の時に撃ち殺されたり、引き殺されたりした人がいっぱいいましたもんね。だから本来中国側としてはどっと警察でも軍隊でも介入させて抑え込みたいところではあるんですけども、ご存知の通り香港っていうのは世界の目が注がれています。ほんでこの時代ですね、スマホですぐ動画撮れますからね、それが一気に世界に流れます。あっという間に流れますんで、天安門の時のような感じでやっちゃうともうとんでもないことになるということになろうかと思います。だからまあ閣下総要でですね、習近平さんも何とかしたいんだけどもできないという状況ではないかなと思います。で今後どうなるのかということを考えたいんですけども、まずこのままダラ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 とこう、まあ、日常化するとデモがね、ということは考えられます。もうすでにですね、6月からですか、あれは半年近く続いてるという感じですね。でそうなるとね、何がいけないかというと、香港の経済がダメになっちゃうわけですね。もちろん観光客なんか行きませんしね、行ってそのなんか日本人が間違えられて乱暴を受けた、暴行を受けたみたいなこともニュースにはなってましたね。だから危なくっていけない、あそこは観光都市ですから、観光客が来なくなると香港の経済自体が麻痺してしまいます。であとは一番大きいのは金融なんですけども、金融今のところ麻痺してるというふうには聞きませんけども、だん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 香港危ないから、じゃあシンガポールにしようかみたいな話になってくるかもしれない、あるいは東京にしようかみたいなことになってくるかもしれない
からだらだら続くと経済が弱まっていきます、まあ、だからこれはよろしくないと思いますね。だからやめろって言ってるわけじゃないですけどね、やめろって言うわけじゃないですけども、だら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 やってると経済ダメだと。であと自然消滅するって、これかつてのその雨傘デモでしたかね、あの香港で一回わーっと盛り上がったことがあって、それは自然消滅しました。でまあ中国側にとっても香港当局にとってもこれが一番無難なシナリオですね。でもまあ自然消滅すると、もうそのまたあの中国側がですね、自分たちの都合のいいことをやり始める可能性は高いかなと思いますね。で、最悪な事態はですね、もう我慢できなくなってですね、中国側が介入させると、あのまあ自分たちの武装警察を入れるっていうのも最悪ですけども、あの中国じゃなくてあの香港の警察にもう発砲しろとですね、無許可デモに参加したらもうそれだけで発砲しろというような命令を出してしまうと、これは流血の事態ですね。まあ、今でも犠牲者出てますけども、その単位はですね、2桁ぐらい多くなると思います。それは確実に発砲すると確実に沈静化します。けれどもあのもう世界中の非難を浴びるでしょうね。で、まあ、またぞろですね、中国に対する経済制裁だとかっていう話が持ち上がってきて、まあそのね、天安門の時と全然違うんですけど、中国経済っていうのはもう世界経済のあっちこっちに食い込んでますから、制裁するって言ったって制裁できないですよね、本当のところは。本当のところはできないんですけども、まあ一応ね、民主主義国、我々民主主義、自由と民主主義の国は建前としてそういう行動を取らざるを得ないから、なんかやるんでしょうね。あのそうするとね、僕らのね生活も不自由になりますよ。だって今までこう安い中国製品が入ってくるおかげでですね、だってこのパソコンだってこのマイクだってみんな中国製なんですから、それが安く買えたのが、もしかしてそれがちょっと買いにくくなったりすると嫌だなっていう気はしますよね。はい。で、まあこの3つの方向があるんですね。だらだら続く、自然消滅する、介入、あるいは強行を鎮圧とあるんですけど、もう一つあるんですよね、実は。これは習近平さんが一番嫌がることで、中国本土に飛び火する。つまり中国の大きな町のどっかでも香港を応援しようぜみたいな動きになってきて、それが無許可の市民運動につながったりとか、あるいはネット上で、あの隠語なんですけど、隠語でそのあからさまにできないですからね、中国っていう国は、あのあれですね、あからさまできないんで、隠語でわーっていろんなことが、不穏な情勢が広がるみたいなこともありえます。そうなるとですね、非常にそのやりにくくなると、あの中国としては面倒くさくなると、面倒くさいっていう表現がどうかわからないけど、中国政府としては嫌がることになりますね。でそもそもですね、香港人ってあんまり政治に関心がないと言われてきたんですけども、それがここに来てですね、あのどうもこう政治的民主化運動なんて完全に政治ですからね、その意識を高めて、民主化でもなさってるというわけですから、今の中国本土の人たちも、もう天安門以来政治には無関心を装うっていうのは普通になったんですけども、今後はですね、その香港人が経済人から政治人になってしまったと、この動きがですね、本土に広がる可能性もゼロではない。でもう一つの要素があるんですよ、これ台湾ですね。台湾では来年1月に選挙がありまして、いわゆる今の蔡総統、蔡英文さんという総統がいて、再選を狙うんですね。でこの方はいわゆるこう独立系、独立派というふうに言われてます。あのお口ではおっしゃいませんよ、自分ではおっしゃいませんけども、心の中で台湾独立すべきと思ってらっしゃる。中国はそれを警戒しています。で中国と一緒になろうぜって、一国二制度を受け入れようぜという側が国民党側でございまして、で中国としてはこっち側が取ってほしいんだけども、あの今台湾の人たち香港を眺めてるんで、静かに眺めてるわけですよ。一国二制度をやるとああなるのかという気持ちで、するとですね、あんなの嫌だと思うわけですね、やっぱしね。だんだん中国の支配になってきて、結局は言うことを聞かされると、そういうの嫌だから、あの独立派の蔡さんになってもらおうかなという動きになると、
これはまた中国にとってはあんまりよろしくない、好ましくない状況になるわけでして、まあそれもあってですね、なかなか、あの中国がですね強硬手段に出れないという状況になってます。まあまあ一つの節目はだから来年1月の台湾の選挙かもしれませんね。そうすると来年1月までデモ続くのかと、武装警察の介入はないのかという見方ができなくもないんですね。でアメリカはですね、公言しませんけど多分一生懸命民主派を応援してるはずなんですよ。見えないというか、まあ、見えないというか、まあそれなりに応援していると思います。でそういう不安定になればなるほどアメリカにとっては有利というふうにアメリカは考えているんだろうなと思います。つまりね、香港の人たちのデモって香港だけの問題じゃなくって台湾にも響くし米中関係にも響くし、まあ日中関係からは割合遠いかもしれませんけども、でも大きくはですね関係ありますんで、我々にとってもですね全然あんな関係ないやんというふうにはいかないということなんですね。だから香港どうなるか今後注目していきたいなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。